パンがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて2022年最後となります激裏ウィークでございます。というわけで今回でリニューアルされてから25回目の、最果ての決戦島が開催です。それでは今回も報酬全回収目指して、攻略して参りましょう。あと、今回から新たな縛りを、設けまして、4周年から常設で、入手可能の鋳鉄シリーズの、装備を使って、極力満点を目指して、攻略して参りますのでよろしくです。それでは今回のお題の確認をば、今回のお題は上から打熱の、井戸、だらいの井戸、ヨーダの井戸となっております。2022年最後はだが、メインのお題でございますな。まずは一番上の打熱の、井戸、こちらで出現する敵は、全ラウンド通して打熱弱点の、敵ばかりとなっております。出現する敵の弱点が、全員共通なので比較的攻略しやすい感じですな。そして出現する敵がすべて、特性虫となっておりますので、虫特攻の連成装備があるとさらに、攻略が楽になると思われます。あとはラウンド1とラウンド2の、敵が縦に並んで出現ですので、打過熱の縦一列攻撃ができるスタイルがいると、良きですな。続きまして真ん中のダライの、井戸、こちらで出現する敵は、全ラウンド通してダライ弱点、霊耐性霊の敵ばかりとなっております。こちらも出現する敵の、弱点が全員共通なので、比較的攻略しやすい感じですな。そしてラウンド1とラウンド3の、敵が横に並んで出現ですので、横一列の打か雷の、攻撃ができるスタイルがいると、楽に攻略できます。最後に一番下のヨーダの、井戸、こちらで出現する敵は、全ラウンド通して陽弱点、打は弱点じゃなくて耐性霊となっておりますので、陽属性の攻撃主体で、攻略していくのが良きです。基本的には全体攻撃を、使っていく感じですが、ラウンド2とラウンド3は横一列攻撃も、有効となっております。とまあ今回のお題の特徴は、こんな感じですかね。ではでは今回の攻略パーティーの、ご紹介といきましょう。まずは一番上の打熱の、井戸の攻略パーティーからご紹介。陣形はマギアファイト、配置はこんな感じです。一番にグスタフ、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは、81% となっております。ラウンド1とラウンド2の縦一列火力として、採用しております。5番にリアムくん、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは、81% となっております。ラウンド3の単体火力として、採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はグスタフのブレイズライズで、ワンパン。ラウンド2もグスタフのブレイズライズで、ワンパン。ラウンド3はリアムくんのアクロバットグレイスからのフローズンチェイサーで終了です。てな感じで4手で終了。満点ゲットでございます。続きまして真ん中のダライの井戸の攻略パーティーのご紹介。陣形は竜神会。配置はこんな感じです。一番にコッペリア、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは、81% となっております。超新客を継承、ラウンド1とラウンド3の、全体火力、ラウンド2の単体火力として、採用しております。2番にレッド、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは、63% となっております。新、アルフェニックスプラスを、継承。ラウンド2の単体火力。
ラウンド3の全体火力として、採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はコッペリアの連機3弾で突破。ラウンド2はコッペリアの飛び膝蹴りプラス、レッドの新アルフェニックスプラスで、偽突破。ギリワンパンできないや。ラウンド3はコッペリアの超新脚、レッドの高飛び蹴りからの回し蹴りで、終了です。てな感じで後手で終了。満点ゲットでございます。最後は一番下のヨーダの、井戸の攻略パーティーの、ご紹介。陣形はカラフルレンジャーズ、配置はこんな感じです。一番に最終皇帝男。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、81% となっております。そういう効果を継承。ラウンド2とラウンド3の全体火力として採用しております。4番にブルー。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 81% となっております。ラウンド1の全体火力。ラウンド2とラウンド3の単体火力として採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はブルーの強攻で、ワンパン。最終皇帝男が動きますがもう満体。ラウンド2は、最終皇帝男の総流行波。ブルーのライトアステロイドで、偽突破。ラウンド3も最終皇帝男の総流行波、ブルーのライトアステロイドで、終了です。てな感じで6手で終了。フォースと共にあらんことを。以上、最果ての決戦島第25回、私の報酬全回収攻略編成の、ご紹介でございました。過去の攻略動画のリンクも概要欄にございますので、よろしければそちらも合わせてご覧くださいませ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。